はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。こんちです。こんちです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、はい。今日はですね、はい。まず、あ、いって！ちょっと待って。おう！敵襲か？あれ、今どこ行った？あ、倒した？あ、消えたね。消えたよね。うん。消えたね。消えたな。何やったの？ミュータントゾンビがね、久々に湧きました。ああ、ほんとや！はい。やっぱ改めて見ると凄まじい存在かいね。胸筋がすごいっすわね。ねえ。やばいね。ほんとに。頭が立ってるやん。でも、うん。さすがにフェンスは越えられないみたいで。なんや。ずっとあそこにプカプカ浮いとるんですよ。なるほどね。ただの低知能やな。所詮は。ちょっと痛ぶりながら。おれ！あ、全然ほら。あ、あ。あ、死んだ、そして。じゃあ、はい、今日はね、はい、なんか、あります？やりたいやつか。はい。あ、そうそう、村人を、そろそろなんか、解放してあげてもいいんじゃないっていう声をコメント欄でちらほら見かけたので、はい、それをやってもいいのかなっていう。確かに人気が欲しいっすわね。そうなんだよね。確かに。基本的にゴーストタウンみたいになってるからさ。ほんと。ねえ。だから、勝手に、もっともっとちゃんと増えていってほしい。だから今、上から遠すぎるから動かないのかなと思った。最近野菜曲げてないしね。野菜？うん。野菜装置はあるから、いくらでも曲げれるもんね。とりあえず落としてみるけ。そうやね。うん、落とそうって。雨の中。雨の中。ね。これで涙も見えんやろ。雨に隠れてな。うん。ゴールやね、これ。そう。師匠ばっかりやろ、もう。師匠、まあ、こだわってましたからね。そうやね。当時。さあ、落とすか。ほら。よし！自由な世界に追いつく。第二の人生を。ちょっと、卵でおしゃれに。あ、そうか。めっちゃいいやん。卵持ってこう。そしたら食らわんでしょ。確かに、ノーダメージ。めっちゃいいね。卵をいろんなところに使い方があるよ。そうなんや。いきなり。この施設自体いるのかよ、これ。これ村人を落とす。落とす。落とす装置。落ちるよね。うん。こいつら、もっとなんか自然に増えてかんの下で。あ、でもあそこに、一回壊したからもう。うん。邪悪さやねん、なんか。なんか腹が立った。そうそう。景観が悪いね、これ。あ、これは死ぬ！あ！お前らちゃんとこっから降りんと知らんぞ。そうだね。あとは自己責任みたいな。うん。あ、ミスター、それはオッケー！え？はーい！おしまい。あ、オッケーオッケー、綺麗になった。見通しが良くなったよ。はい。うん。あとはこの子らも下に下げてあげたいね。そうですね。だから上の施設もだからいらんってことですわね。そういうことだよね。この施設もいらないし。うん。だからこのフェンスもいらない。そう。全部全部。使ってないもんね。うん、そうだよね。もう使えない。勝手にゴーレムとかも生まれるようになるかな、そしたら。あ、でも、うん。初心のやつとか生まれてるで。そうだね。生まれるんちゃうわ。ね。にぎやかな村にしていこう。この水何？今何やった？俺にだけしか見えない。うん、多分見えてないと思うよ。あ、消えた。妖精みたいなもんだよ。小道にだけ見える。あ、心が清いから。てか、こいつら、下に落とさんと、これ落ちたら死ぬな、見事。死なないの？死んだ？本当？うん。頑張れ。頑張れ。お前なら大丈夫。あーっと俺じゃねえって俺じゃねえだから俺じゃねえはぁ、全然だった。よしよし。だから俺じゃねえ何発目で気づくなんかずーっと押されるなと思ったら。オッケー。これ角がいらないんで、これも。あ、もう角いらない。角これ湧いちゃうんで。あ、そっかそっか。おー、いいね。おい。あ、いいじゃん、いいじゃん。オッケー。おいで。うん。ある程度の野菜を、ふわっとこう。そうだね。久々に野菜とか使う羽目になるやん。羽目下に仕事もある。そうだよね。あげよう、あげよう。あ、赤いこいつは洞窟で死ぬ。え？嘘？洞穴に行く？洞穴に行く、あれじゃない？入り口ちょっと閉じようよ。はい、閉じます。洞窟に行くわ。マジで？行かれるものがあるみたい。フロンティアスピリッツを。お持ちのようだね。はい。あ、やべえ、こいつら。あ、でも、こいつらの住居構えてやってもいいな。あ、大丈夫ですか？うん。ここに作るといいじゃん。洞穴。洞穴見に行ったら、うん。スケルトントラップも動くし。そっか。お、スケルトン上がってきた。こいつら、今冒険できるようにしようかな。うん。
そっか、どういうふうにしていこうかな。この辺綺麗します今回。うん、村人がこっちに入りたがってるから。この辺なんか施設的な。そうだね、お家の一つでも作ってやる。うん、この下、この洞穴のところで、この方眼でちょっと綺麗にするかな。うん、で中はちゃんと木をあしらってやる。でここの、トラップタワーも見えるようなおしゃれな。あ、いいですね。ね、一旦ちょっとこの辺のボコボコ。あ、ちょっと待って、これちょっといかん、ちょガラスじゃねえ、ここだけ。ここだけ端折ってある、ガラスが。端折ってちょっと待って、びっくりした。あそこら辺なんか地形を生かしてますね。そうね、言い方やな、ものは地形を生かしたものは言い方やぜ。どこまで飛ばそうね、これね。どこまで飛ばそうなくても、まあ、ここまでにしますか。見える。そうだね。ほんで、早速それより向こうに行ってる村人はもう無視やから。そうだね。やっぱね、両手で救える数には限りがあるよね、多分。いや、あいつなら、望んだ数だけだと。牛親。牛親やんか、これ。オックス？あ、ここのなんか下に行く感じのなんか冒険感は残しつつみたいな。いやいや、そのデンジャラスゾーンですよ。ただのデンジャラスゾーンでしょ。トラップドアにさ、してさ。いやいやいや、ほんと。どいて。それはほんと救えないの。デンジャラスゾーン。ここをちゃんと綺麗に、あれな、見せたいな。あ、いいね、アンディのその階段ね。うん。ね、一人で何を抜けがけしても抜けがけ褒めてもらおうとして抜けがけするやん。よしさんもよくやりたいですやるっけ、やるっけ、やる天然でやるね。そう、天然でも狙ってやるやってねえよ、そんなやってるな。俺だけじゃちょっと棒打ちていこうみたいな俺だけ馬で行こうみたいなやるで、やりますやってねえよあ、やってんなーと思うもんね、いつもね。やってねえよ、そんなもん。あ、今日もやってんなーって今日もって、ね、人聞きの悪い、うん、どうしよう、これ、うん、なんか上が汚い。このガラスもいるんだ。上は天井張るよ、うん、この高さね、天井。うん、木買ってもいいかな。ちょっと木材の暖かさを。あー、床ですか。うん、床暖で。床暖した方がいいかもしれないですね。床暖しようか。はい、いいやん。下にだから、ちゃんと木をしとこうか。全部これでいきますか。ああ、そうだね。もう、さすがにいいんじゃない、あの、なんとかバリは。なんとかバリじゃなくても、なんかこう、縦線。縦線入れる。ああ、いいよいいよ。ストライプとか。ああ、いいよいいよ。そういうふうに、はい、入れていこうか。中央に寄るごとに、ストライプとか、こう、輪っか。ああ、いいね。年輪状にしていきますか。はいはいはい。いいやん。はい。色全部変えて。変えてもいいでしょう。よし、そうしよう。
最後多くそこあるあれ噛んだら締めよう。いいね、いいじゃん、いい感じ。これもちょっと特許取りましょうか。そうだね権利収入が止まらんだから、はい、うん、なんかこのいびつな心が味出してますよね。そうだね、ええ感じだよね。なんかアーティスティックな、これがちょっとなんか絨毯っぽく見えるもんな。そうですよね、うん、とりあえずなんか憩いの、あ、こっちはだからなんとか敵襲を敵襲をなんとかしんといかんだか、もしくはもうこれガラス張りにして、はいはいはい、こっちから入れんようにするか。あ、もう入れるようにしましょう。うん、ちょっとなんかでもこうドームっぽくこうしたい。なんかちょっとこう半円あ、もっこり半にします、ね、もっこり半にしたい。いや、もしくは、うん、ちょっとなんか膨らみを持たせてあの、もう言うね圧迫感をちょっと減らした方がいいんじゃないかな。ピッチリした方が良かったピッチリした方が良かったっけような気もしてきたわ。なんか、うん、ねえ、そんな気もしてこへん。思った以上にドーム感出なかった。だからここを貼ってこうやって、はい、さも最初からここまででしたみたいな感じです。ああ、逆に、うん、そう、減らす、うんうん、最初からそう思ってましたよ。そういうことやな、うん、言ってましたもんね最初。そう、そうなんです、計算通りどうしたらいいんですか。あとりあえずベッドと胸元、はいはい、が、そうだね、ほっと一息つけるようなもの。なんかそうや、テーブルと椅子ぐらい、ね、あ、そうそう、椅子で思い出したけどさ、はいはい、本当に座れる椅子みたいな作るやり方があってさ、へえー、うん、ね、あ、え、買って勝手に座んじゃねえ。これこれほら、コミチン。はいはい。あ、すごいすごい。これ椅子。ほらほらほら。あ、今日も座りたかったのに。なんか、はい、この下がソウルサンドなんて、ソウルサンドってなんか普通のブロックよりちょっとちっちゃいらしいので、へぇー。だからここはまった時に動かなくなるんだって、このトロッコが。あ、そうなんだ。うん。で、このトロッコに対して、こう階段ブロックをふぐいって、ピストンで押してあげるとこうやって椅子の形になるもんで、実際座る。座って見せてあげたいんだけどな。ありがとう。オッケー、できたかな。あ、すごいっすねこれ。座れる。お、あ、いい。いいね。ほら、初めて座れる。あ、いいっすね。ね、うん、座れる椅子。いやー、できましたね。できたね。内装またおいおいちょっとずつ増やしていきましょう。そうやね。はい。うん。っていう感じで、はいはい、村人のね、うん、まあ憩いの場というか、はいはい、村人がちょっとくつろげるような場所がね、そうだね、できましたので、はいはい、新しい床の張り方もね、はい、あの発明できましたし、せやせや、うん、すごくいい回だったと思います、うん。そうだね。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。